いやー、先生、気をつかれましたね。そうですね。一日中患者さんと向き合ってると、体も心も消耗します。でも、かえって冷えたビールを飲むとスッキリします。え、ビールですか？ビールには疲労回復にも効果的な成分が含まれているんですよ。え、本当ですか？どんな成分ですか？ビールには、イソアルファ酸という物質があります。これはホップから摘出される成分で、抗酸化作用や抗炎症作用があります。筋肉の疲労回復を助けることがある研究で証明されたんです。それを知らなかったっす。ビールにはアルコールが 5% ぐらい入ってるじゃないですか。あれはどうなんですか？アルコールにも一定のリラックス効果や血流改善効果がありますが、適量が大切です。過度な摂取は健康リスクを増大させます。肝臓や胃腸の機能障害や高血圧や肥満など病気の原因になるんです。じゃあアルコールはほどほどにしないといけないですね。そうなんですよ。私は1日に1杯ぐらいしか飲みませんし、飲むときは水分補給や栄養補給もしっかりします。いやー、大事ですね。僕もそうしようかなと思います。ちなみに先生なんかおすすめのビールとかありますか？まあなんだかんだノンアルコールビールを飲むんですよね。ノンアルそんなビールじゃないじゃないですか。いやいや、ノンアルコールビールもビールの一種ですよ。イソアルファ酸も含まれていますし、味も本物のビールに近いです。そうですか。でもやっぱアルコールのリラックス効果ないじゃないですか。確かにそれはそうですが、その分カロリーも低くて健康的です。アルコールに弱い人や運転をする人にもおすすめですよ。でもやっぱり僕は本物が飲みたいです。プロフィールから公式 LINE 登録で有益コンテンツがたくさん見れますよ。